はい、皆さんこんにちは。レクセンに講師のバタです。今日はですねえ。2020年合格目標学習経験者向けビルドアップコースの説明をしていきたいと思います。担当しますのはレクセンに講師のバタです。よろしくお願いします。はい、ということで。まあ今回ね。収録しているのが1月のまあ後半なんですね。合格発表直前ということになります。なので、まあこの動画をご覧になっている方は例えば合格発表までこう。 待ってていいただいてで惜しくも合格できなかった方ですとかもともと合格できないことは分かっていましたけどリスタートをかけるのを合格発表後にしていた方が多いと思うんですね。はいうといった方々に対して2月の8日からスタートしますこのビルドアップコース、まあ、今年で4期生なんですがの中身について少しお話をしていきますね。はいさあ えー、このコースの特徴としては、まあ当たり前ですけどね、学習経験者のためにフルプロデュースしたということになっていきます。で特に学習経験者のカリキュラムだと、あの問題演習のアウトプットは多いと思うのですが、インプット講義って結構少なかったりするんですね。うん。ただやっぱりこうインプット講義って受けておかないと土台が固まらないんですよね。 とにかく問題解けまくって点の知識が増えていくんですが少し傾向を変えられると答えることができない、ね、それで基本が分かってなかったりするわけですよ。ですからあるる程度まとまとととったインプット講義をするここ大切なことなんですね、うん、ですので学習経験者用のインプット講義をするのがビルドアップコースの特徴です。はいそして やはり皆さんの関心は民法改正だと思うんですね、うん、もちろん安心してください民法改正についてはしっかりお話をしていきますはい。そして問題演習がこの点に関しては不足しがちだと思うんですよねはい。なのでこの講義の中で問題をどんどん配っていきますのでその問題を解きながらあ新しい民法に慣れていただきたいということになってくるんですね 自分でこう改正のテキストを探してみたりとか改正の問題集を探す手間が省けるんですね。はい、そして3番「えー、担任制コースだからできる受講生カウンセリング制度」とあります。うん。まあ野端式ってついてますからね僕が全て担当するのですがだからこそできるのが、まあ、個別のカウンセリングであったりします。うん、あの完全予約制でで行いますので 例えば決まった日に予約を取ってもらって今の学習の進捗状況をまあ説明してもらうとでそこに対して適切な回答を僕はしていくということができるので、まあ、これ通学ならではですよねはいのカウンセリングということになっていきます、はい、そして具体的なカリキュラムについて少し、えっと、見ていきたいと思うのですが、はい、こちらね、えー、例えば 本試験前から始めてる失礼本試験後で合格アップ前から始めてる方はこの改正民法対策講座とクイックチャージも入ってますがこれから勉強する方ビルドアップスタンダードコースの方はこの2つを除いた右ですねはいこちらがラインナップです。はいなので2月の8日からスタートするのがこのビルドアップの法令科目実力養成講座ということになっていきますね。 はい、まあ全32回ではあるので初学者向けの合格講座と比べると回数は少なくなってますよね。うん、ただ経験者向けなのでかなりこう内容の濃い話をしていきます。そしててこの中で、えー、インププッットトトととあとはアウトプット同時に見ていきますつまり授業で説明し問題ならばどう出るかっていうことをこう連動して確認していくのがこの講座ですね。うん なのでここでまあ使用科目入ってますから到達度確認もしこちらが夏頃あるのですがそこの前段階でもう合格に近い知識はあの詰めておいてほしいんですねそれを目指しますあと模試後の8月以降のところに関してはビルドアップ品質論点攻略講座という形でここで学習したことをもう一度振り返ります。はい、こう繰り返しって大事なんでね なんで大事なことをもう一回繰り返していきますので知識の定着ができる、ね、そして記憶を生み戻すすことがでできるははい、いう形です、はい、う形あとは苦手な方がいらっしゃるかもしれませんので文章理解の特訓講座を組み込んでいたりですとかはい エックの講座として受験生に人気が高い記述60問特きまくり講座も最初からこのコースに入ってますので、まあ、とにかく経験者用のカリキュラムですからこれ1本でまあ合格はもちろんですが、まあ、より、ね、高めを目指して、ね、高得点を目指して合格するカリキュラムにはなっています。はい、あと講義としては、まあ、詳しくはこうリーフレット見ていただきたいのですが。 はいすべて土曜日ですね。すべて土曜日ですはい週一土曜日だけで受講できますとありますで、今お忙しい方が多いですですから土曜日だけでもご参加できない日があると思うのですがはい、まあ、安心の欠席歩行制度と言ってお休みいただいた時も安心して歩行できるシステムがありますのではい、とにかく受け漏れはないです なので、基本週1通ってもらうだけ。休んだとしても、欠席補講を使って、最後まで受講することができるので。ぜひね、こちら。ビルドアップコース使って、合格目指していただければと思います。で、このビルドアップコースをもう少し詳しく知りたいという方は。あの本試験合格発表後に、イベントがありますので、そちらを最後にご紹介しておきたいと思います。はい、二月の1日ですね。 イベントがが盛りりだくさんなのですす、はい、特に取り上げておきます、はい、11時からがビルドアップコースの説明会ということになっていきますので、まあ、今話したことプラスより具体的な内容を皆様にお伝えしていきますのでこの1時間ね話を聞いてもらってあビルドアップコースいいじゃないかまたと一緒に勉強したいという方がいらっしゃればね、はい、幸いなんですがこの日レック名古屋校にお越しいただければと思います。 また他にもこの日はねイベントが多いのでこちら、記載がありますがまたこれは別の動画で紹介してますのでよかったらそちらの動画を確認してみてください。はいということで2020年合格目標学習経験者向けビルドアップコースの説明について動画を今、撮りましたということですね。はいあとは、ね、皆様ぜひ名古屋駅前本校でお会いしたいと思いますよろししくお願いします。